どうも赤星、赤崎瀬尾、赤星マシマシ TV です。よろしくお願いします。今回久しぶりにお家からのお届け、明星ラーメン専門店ブブカのちょっと油そばをですね、ちょっとマシマシにしよう。 顔が気になる。顔がね、気になりますね。まあちょっとレビューからいきますと、麺 130g、163g ね、合計ね、230円。3月30日リニューアルされたんですけど、そうだっけ。そうなんですよ。今回は あちょっとニャンコが映ってますけど、タッコマチさん巨大ニンニク手に入れたんで入れていきます。タッコマチって読むんですか。タッコマチと読むんですね。でまあ早速ちょっとね、これ剥いてますけども、ニャンコがどんどん映ってますね。メンバーが映ってます。めっちゃマスなニンニク。そうなんですよ。これここ何個か入れてるんですけども、ね、ちょっとね、まあ、食べないようにね。そう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 、気をつけてほしいですけども、実はもうね、何かをやろうとすると必ず近くにね、いやそうね、そう、という状態になっちゃうんでね、じっくり見てください。ああ、よかったよ。ああ、よかった。じゃあもうボイさんにも近寄らないじゃん。いやいやいや、摂取する。いやいや、口の気には来ないでしょうけどね。あ、そしてかやく、ふりかけと、液体ソースで、中にマヨネーズが、ね、なかったよ、ね、あ、そうそうだっけ。そうなんですよ、これまでなかったね、危ないんだよ。19年間これ売ってるらしいんですよ。いや、そうなん。そう、嘘で、青春時代からあった。そうね、3月からリニューアルした。はい、麺にニンニクが練り込んであるんですよ。メンマがね、忙しいけども、ニューバージョンもありますけどね、ずっと映ってるもんね。そして、ゆっくりしますね。もうこれ暑いのに、ね、近づかないんでね。あ、なるほどね。はい、そうなんですよ。終わったわけです。きますね、見方変わるわマジで。そしてタレね、入れていきますが、その場で入れるとこう舐めちゃうんでね、ちょっと空中でやってますけども。で今回は、カップの中で使わず、いいね、ちゃんと移して、作っていきますが、ここでねよく混ぜるんですけども、はい、ね、すぐ来るんでね、こっちに移して、ね、よく混ぜ混ぜとしていきますけども、ちょっとこの後ね、ちょっと見てください。なんすか。いつもそうだ。チャーシューを食われてしまった。おい、お前、これですね、はい、カップの方に火薬を入れておいたんだけども、そっからガブ取って、なるほどね、やってしもうたね。危ねえんだよこいつら。ダメなんだよ本当ね。人様の食べちゃうとニャンともいけないことになるんで、気をつけましょう。気をつけましょう。冷蔵庫の方に入れます。いや、ずっと映ってる。ずっと来るからもう油断ならないからね。ブラックペッパーちょっとニンニクマシマシと一緒に入れておりまして、メンマ、ナルト、チャーシュー、チャーシューは泥棒メンマ、ややこいな。ややこいけども、はい、ずっと2階にも2階にも来ますよ。上がってきて、麺をね食べていきましょうか、ね、これ先ほど言いましたが、ニンニクが練り込んであるんで、噛み締めるたびにね、ふわふわっと香ってくるんですね。なるほどね。謎の同時の睨み。猫パンチ。増えたな。どんどんね、噛まってなんで。普通、まあね、ニンニクっていうのはものすごい香るんでね、にゃんこは来ないですけど。確かにな。でも、どんどん来るんでね。興味、好奇心旺盛だからな。まあ、普通は逃げるからね、まだまだ興味が勝っちゃってね。まだカルカンしか食べたことがないから。そうね。で、まあ食べていきますけども、はい、すごいこう、もうね、じっくり見ていただいて。口悪いのか、こんなに。そんなことないと思うけど。あ、そうですか。いや、でもオス猫なんでね、やっぱやんちゃな時期なんで、しっかりと見せていく。ね、あ、この缶もね、この缶も。あ、やばい。ということでね、ラー油とかね、ごま油の香りも効いてんのに、この興味関心ですからね。カメラの調整もね、していかないといけないということで、どんどん触れちゃうんでね。猫メインだもん。ノンフライではなく油揚げ麺なんで、調味料がどん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 浸透していくのも入ってこないけど、あんまりいいですね。あー、食べ終わってた。ごちそうさまでーす。ということで、ね、麺をこうちょっ と, 引きずりながら、遠ざけながらのごちそうさまということでね、ドゥッカさんの油そば、マシマシレベルは 67.333 ということでしたが、ちょっと
レビューできてましたでしょうか。もうちょっとラーメンの姿見れなかったですね。あのね、猫ちゃんたちじゃあほんと猫が来てから配信するの初なんだよこれ。あ、家でね。そうだから、どんな感じなのかをちょっとやりたかったんで、まずはブブカさんで、こんな感じだったんで、こうなるんで、ちょっといろいろ反省点も生まれました、ね、今回。確かに、まあ、誰かが遊んであげるとかね、それ。そう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 。いや、でも行くのよ。いや、まあ、来るんだよ。料理中ね、大変よ。やばい。マジ。うん。飯食うとき、俺立って食ってるもん、家で。いや、俺もね、この間セブンイレブンでなんか買ってきて食ったんだけど、来るから。うん、あ、はいはい。家出て食ったから、俺。持ち帰りなのに、家帰ってから。また家で。外で。また外で食って。まあ、こんだけ、いや、あの、遠ざけるのは基本的には人間のご飯を食べさせないという ね、うん、うね、まだ子猫なんで、そうだ ね、そのうち、まあ、なんかお魚とか食べるかもしんないけども、今のところはね、そうそうそう、俺らは刺身食わねえな。あ、そうなんだ、まあ、家では食わないから、ね、魚食べないですね、なんか確かにね、まあ、そういうわけでね、ごったんです。Thank you.